狭くて浅いやつら配信100回突破記念特別企画決定、ツイッター大喜利大賞。ツイッター大喜利を開催し答えていただきました。3つのお題を出し、好きなお題に対して答えていただくというものでしたが、回答の合計は496でした。この中から一番面白い回答をした人に Amazon ギフト券1500円をプレゼントします。はい、どうも皆さんこんばんは、沢田信也でございます。はい、タリコです。いつもと違った装いで、はい、ついにこの日がやってまいりました。ねえ、待ちに待ったこの日が。はい、皆様からもいつ結果が発表されるんだと、うん、続かれまくった結果。ああ、続かれたんですか。いえ、嘘です。そうですよね、一人ぐらいに言われました。一人ぐらいにいつですか発表はって聞かれたぐらいです。そうですか。はい、はい、まあでも一応ですね、まあ、ここまで大きな参加者があるとは思ってはいなかったので。ねえ、めちゃめちゃ来てるじゃないですか。500近く来てます。そうですよ。ねえ、ほんとね、ありがたいことですね。ありがとうございました。まあ、どういうイベントかっていうのはね、まあ、告知の時に説明した通りのイベントでして、まあ、ツイッターを使った狭くて浅い雑念に関係する大喜利をやりましたと。はい。まあ、3つのテーマがありましてですね、お題ですね。で、それぞれみんな自由に答えていただきました。はい。まあ、それの総数が496票ということでしたけれども、コロナ禍から一人だけ面白い人を決めようじゃないかっていうね、そういう発表の回でございます。はい。たった一人だけっていうところをちょっと自分で言っときながら、せこいかなって思ったけど。こんだけ来た以上ね。ね、なんかそれぞれのテーマに一人でいいじゃないかって思ったりもするんですけども、うん。いえ、もう一番面白かった人にしようっていうね。うん。ちなみに、まあ、当番組にとってもこれは結構特別なイベントなんで、まあ、本日正規メンバーに招集をかけましたけれども、はい、まあ聞いてくださってる皆さんにはご存知の通り、私とリコさんしか来なかったっていうね。残念。どれだけみんなうちの番組に執着がないんだろうっていう。あ、そうな、まあ、みたいな予想はしておりましたけれども。あ、もう100回もやっとんやん、ふーんっていう感じよね、きっとね。いや、もう100回とかも気にしてない気がしますけどね。ああ、そこすら。もう少なくともベッティはこの回聞いてないし。そっか。上田先生がギリギリ聞いてるかどうかぐらいのライン。そう。中野浦も多分聞いてないです。でもね、一応ですね、今回大喜利の対象を決めるにあたって。はい。一応みんなにもですね、いくつか見繕ってよと。うん、うん。いう投げかけはしていまして。はい。で、それぞれ自分の気に入った回答っていうように答えてもらってます。はい。それをね、ちょっと順番に説明していった上で、一番最後に一番面白い人っていうのを決めようじゃないかと。おー。まあ、厳密な一番面白い答えですね。これね、みんなに決めてもらうにあたって、うん。回答を集計して、まあ、Excel データで私、ちまちまとこう集計してたんですけど、うんうん、もう全て、投票さんの名前を全部削除しましてですね。そうですね。お題に対する答えだけをみんなに投げかけましたから。うん。まあ、いわゆる、なんか知ってる人が答えたから面白いとかいうのはなくしてます、極力。はい。なので、本当の意味で、その大喜利のテーマに対して、お題に対してですね、まあ、面白い回答っていうのが選ばれるはずです、とかね。はい。というわけでですね、早速、一つ目のお題から発表していきましょうか。はい。狭くて浅いやつらの最新回、みんなが驚いたそのテーマは何？何？一つ目のお題ですけれども、まあ普段はですね、一つの娯楽作品を一つ取り上げて、うん、それについてのみ何か喋ってるっていう話ですけども、まあ基本漫画、ゲーム、アニメ、映画、そんな狭くて浅いやつらの最新回がですね、なんでそのテーマなみたいな、みんなが驚いたっていう話ですけども。このテーマに対する応募総数が132通ですかね。で、まあ当番組の、まあ、正規メンバーである中野浦さん、上田先生、ベッティ、まあ、うちの嫁、あと、リコさんですね。はい。それぞれ、
まあ、この応募してくれた中からどれが好みですかっていう投げかけをしてますので、はい、まあ、それを順番にご紹介していきましょう。はい、じゃあまず中野浦さんが選んだ答えから。はい、フバーハを覚えたけど火を吐くやつがいない。あ、中野浦さんらしいドラクエネタみたいな。あ、ドラクエなんですね。そうです。はい、次いきますか。はい、今 PC エンジンを買うべきではない10の理由続きまして、猫缶かっこ猫缶を食べよう in 沢田家。最後、3秒でできる税金対策。はい、そうです。ありがとうございます。はい、まあ、各自それぞれ別個でね、投げかけたんで、はい、それぞれの選別してもらった答えが被ってることもあるかもしれないんですけども、はい、まあ、まずは中野浦さんから選んでくれた答えっていうことで、まあ、この中やったらどれが一番驚くかな。PC エンジンかな。まあ、確かにいろんな意味で驚きますけどね、なんでそのテーマな、うん、みたいな感じの。うん、まあ、3秒でできる税金対策とかね。はい。なんか役に立つじゃないですか、普通に。まあ、そうやね。はい。どちらかというとありがたいっていう感じの。そう。なんでここでやるんっていう、その疑問だけやな。娯楽ちゃうしな、みたいな。じゃあ次。はい。上田先生の選んだ答え。はい。古今和歌集。続いて、ギリギリモザイクかける沢田信也。最後、正義とは何か。以上です。ちなみにこの古今和歌集は、どこおじさんが、投票した回答ってことは、前回の慶音の回でバレておりますから、はいはい、この古今和歌集は対象には選ばれません。あ、あ、そうですか。僕個人的にはこのギリギリモザイクかける沢田信也が結構お気に入りなんですけども。はあ、結構ね、この、下ネタ系の投稿で、うん、ギリギリモザイクは他にもあったんですよ、投票が。ほう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 。でも、ギリギリモザイクかける沢田信也っていう回答はこれだけだったので、はあ、なかなかいいなと僕も思ってました。そうですか。ギリギリモザイクだけじゃなくて、出てるの俺かよみたいな。どこをギリギリにしとんねんっていう話ですけど ね, ね。ギリギリモザイクっていう AV のシリーズがあるんですよ。知ってます。あ、知ってるんですか。はい。まさかの最新作が俺っていう。うん。あとこの正義とは何かっていうのも僕は好きですね。ああ。何があったんだっていうね。そうそう。このテーマに至るまでに。全然狭さじゃないみたいな。狭くも浅くもないけど大丈夫っていう。もう言っておかなくてはいけないことがある。うん、じゃあ、続きましてベッティさんの答えをどうぞ。はい。これ中野浦さんも選んでもありましたが、はい、猫缶です。はい、でそれと、沢田さんが海底から拾ってきたお札の貼ってある電子ジャーを開けるか否か。長い。まあ、多分開けるとピッコロ大魔王が入ってるからちょっとダメやでっていう。ちょっとダメ。開けない方がいいよって。そうですね。開けた後結構大変なことになりますからね。うん、確かに驚くテーマかもしれませんね。まさかあの伝説の大魔王がみたいな。うん、でももうすぐ答え出るやん。開けませんっていう。じゃあ続きまして、嫁さんの選んでくれたお答えを。はい、まず券売機の今風使いこなし。続いてベジータの私服。最後、キノコの山 VS タケノコの里 VS氷砂糖。はい、ありがとうございます。はい、まあ、こんなかやったら僕はキノコの山シリーズがいいですね。うん、氷砂糖何ちゃっかり参加してんねんっていう。そう、まあ、全然ジャンルちゃうやろっていうね。なぜこのラインナップなのか、ね。まあ、キノコの山 VS タケノコの里はね、もうインターネットに至るところでこう戦争が勃発しているテーマではありますけれども、へえ、あえてそこに氷砂糖を参加させて、まあ狭く出されたのテーマにしようみたいなね。ちょっとおばあちゃんの、うん、匂いを感じるねこれね。氷砂糖って。ベジータの私服もね、まあ気にはなりますけども。多少ね。多少。うん。販売機の今風使いこなしは何でしょうね。なんか大学生の時とかやったらやってそうですね僕ね。券売機って例
例えば何中尾とかにあるそうそうそうあの丼屋にあるようなねあ食券販売機でしょう。今風ですよ。使いこなすも何もお金入れて押すだけですけどね。うん、じゃあリコさんの答えをどうぞ。はい、はい、中野浦さんも選んでありましたが、3秒でできる税金対策とあとふぐりやらしい。そんなん選ぶんだリコさんって。いやもうめっちゃおもろいやんと思って選んでんけど、こんな風に名指しで発表することになるとは思わなくて、しかも自分で読むことになるとも思わなかったから自分で言わなあかんねやと思って。いやまあ確かに新しい最新データダウンロードしてきて、そのタイトルがシャープ110ふぐりとか書いてあったら何やねんってなりますけどね。めっちゃ興味そそるじゃないいや興味そそるんですか。驚きますけど興味ですか。そもそもふぐりという単語をみんな知ってるんですか。え、知らんの。何のことですかふぐりって。そんなこと狭さでは言われへんわわかんないです。僕わかんないです。何ですかふぐりって。大犬のふぐりっていう植物もあるんだよ。え、何ですか。貝の一種ですかなんでそこを突っ込むのじゃあね、もう最後に私が選んだ答え紹介しておきましょうか。はい、これも読んでくれていいですよ。あ、そうなの、いいの。はい、では油田を掘り当てた時に最初にしたこと、続きましてひよこクラブで、先ほども出ましたがギリギリモザイクかける沢田信也、これも出てます。キノコの山 VS タケノコの里 VS 氷砂糖、次も出てますね。正義とは何か、最後チャゲチャゲ良くないっすか。チャゲめっちゃいいな。チャゲめっちゃびっくりするでしょみんな。うん、一応ね、素直にみんなが驚いたそのテーマないと。じゃあ驚くっていうテーマにしないといけないわけじゃないですか。うんうん、そういう意味で、うん、まあ油田を掘り当てた時に最初にしたことですね。うん、当てたんやって。って誰がってなる。あとひよこクラブを多分狭くて浅いやつで取り上げるときは、うん、我が家に子供が生まれた時でしょう。そうでしょうね。めっちゃほのぼのするやん。そういう意味で驚くっていう、あ、生まれたんだって。でもそれみんなほのぼのする。おめでとうってなるやん。で、まあ最後にチャゲですよ。チャゲって。うん。アスカじゃなくてって。うん。まあね、そんなエントリーでございましたよ。はい。まあただ、コロナ禍からお題一の対象を決めるとか、そんなんではないのでね。あ、そうなんだ。はい。で、はっきりと言っておきますとですね、ここに、うん、ここで発表されたからといって対象が選ばれるわけではないですよ。え、そうなん？もしか。何のために発表した？いや、とりあえずみんなが面白いと思って選んだ、うん、このお題に対しての回答の中からみんなが面白いと思って選んだのこれっていうだけの話なんで。あ、そうですか。はい、こっからさらに選別するとかそんなんではないですよ。もう対象はね、はい、もう決め打ちで一個バンって決めますから。はい。じゃあ、続きましてのお題に行きましょうかね。はい。狭くて浅い奴らに新パーソナリティが加入、その特徴は。まあ、これも気になるお題ですわね。はい。まあ、うちの番組は、どちらかというと、ね、多くの外部の方に協力していただいてですね、うんうん、ゲストという形で毎回成り立てたりするんですけども、それでも一応、こう、正規メンバーっていうのはね、何人かいるわけでして、まあ、そんな正規メンバーも今この場にはいないわけなんですけども。ちょっと、正規メンバーより他の人の方がよく出てる気がするっていう、ね。そうですね。下手したら、なんか、あなたは正規メンバーじゃないのっていうぐらい出てる人もいますね。そうですね。で、そんな、まあ、当番組ですけれども、うん、もう正式にこう新しいパーソナリティを加入させようじゃないかと。はいはい。じゃあ、そいつの特徴は何だっていう話ですよね。じゃあ、まず中野浦さんの選んだ答えから。はい。中野浦さん多いな。まず、いい質問ですねが口癖。続きまして、日本語の滑舌が良いインド人、番組冒頭と終わりに必ずナマステと言う。続きまして、暴風雨のような鼻息で何を言っているか全然わかんない。続いて、合いの手にあんはんをよく使う。続いて、はいの前にあをつける。最後、
よりによってレベッカのフレンズに入った先輩の声真似が得意。これ、わかんの最近の人。だいぶ古いですよ、これ。レベッカ知ってるんですか最近の人は。どうなんでしょうね。今の中高生は。ねえ。そしてその、曲の中に幽霊っぽい声が入ってるとか、この、ダウンロード音源全盛の時代にそんなんあるんかっていう話ですけどね。まあ、こん中やったら誰がいいですか？新しく仲間になる人。え？何の、え？インド人かな。ああ、そうですね。僕もインド人ですね。うん。なんか他のやつはちょっとムカつくような気がしますから。うん。なあなあって言って、あはーんって言って、めっちゃムカつくやん。そもそもなんでそいつを入れたんだっていう話になりかねないですけど。うん、うん。あの、仮に池上彰先生を入れてしまうとですね、ちょっと腹が立つと思うんですよね、なんか。え？何を言ってもいい質問ですねって言われるわけでしょ。いい質問ですねって言われて。やかましいわ、言って。まあそんな感じで、じゃあ続きまして、はい、上田先生の選んだお答えを。はい。任天堂という会社の社長もやっている。続きまして、相槌が、あーはーん。続きまして、これ最後ですね。性別がはっきりしない。まあ、任天堂の社長もね、そんなことしとばいちゃうやろっていう話ですけど。ね、まあ、ある種その、任天堂が、の社長がパーソナリティやってくださいましたらですね、はい、正式に任天堂がスポンサーということで。おっと。多分その週以降の番組は全て任天堂の商品しか取り扱わないそうでしょうね。はい。こんな DS も持っていない僕がですよ。ステマどころの騒ぎではない騒ぎになるでしょうな。そうですね。まあ、あと、まあ、相槌がアーハン。まあ、うん、これね、答え的には同じ答えで別の人から結構来てましたね。へぇ。はい。流行りなのかな？アーハンっていうのは。流行りなんですか？あと、性別がはっきりしない。これはね、特徴っていうよりか、うん、もうはっきりさしときよって話ですけど。どうします？性別がはっきりしない人来たら。え、どっちって聞く。生地スカイプな時に、うん、こう、どっちって聞いても、いや、ちょっととか言われるんですよ。ああ。どっちだと、どっちだと思います？って。え、興味ないって。じゃあいいわっていう。はっきりしないですよ。うん。じゃあ続きまして、ベッティさんのお答え。はい。年金をもらってる。次で、最後です。名前はまだない。うん。うん。まあ、年金もらってるって言ってもね、すべてがすべて、おじいちゃんおばあちゃんじゃないですから。ほう。こう、遺族年金とかね、なんかそういう系の年金もありますから。そうですね。はい。まあ、なんかこう、深く突っ込めない理由がありそうな感じですね。うん、あと、名前はまだない。はい。猫。猫ですね。猫ですかね。明らか猫ですね。我が輩とか言っちゃったりするんですかね。うん。まあ、呼びたくないな。猫ですからね。入れたくないですね、どちらの人もね。うん。うん、じゃあ、続きまして、嫁の答え。はい。全部、セイントセイヤで例えてくる。続いて、いつも尿意を催している。最後、二人きりの時は優しい。これ最後ポイントですよね。二人きりの時は優しい。そういう人に人は人が惹かれるじゃないですか。まあそうですよね。なんか突然二人になった途端に気遣いをしてくれる。あの人はああ見えても二人きりの時は優しいねみたいな。ああやってなんか厳しいこと言ってるのはなんか外向けやねん。優しいねんみたいな。ちゃうねんちゃうねん。そんな人ちゃうねんって。みんな分かってないと思うけどみたいな。それを表に出せよっていう話ですけどね。そうですよね。番組なんやから。まあ、あと、セントセイヤで全部例えてくる。まあ、最近またセントセイヤブームになりかけてますから、いいんじゃないですか。おう。ね、鬱陶しいですけどね。鬱陶しいですね。カニ座にえらい食いついたりするかもしれないですね。キャンサーのデスマスクが、みたいな。私の話大好きみたいな。お前、シャカかとか言われるんですよ。うざ。うざ。あかんわ。じゃあリコさんの答え。はい。
私もその全部セイントセイヤで例えてくるを一つ選びました。はい。続きまして、偽りのオッドアイ。続いて、そろそろベギラマを覚える。最後、そいつを倒しても第2、第3のパーソナリティが現れる。以上です。オッドアイってあれでしょ、片目だけいる違う人ですよね。そうそう、偽りってことは、うん、それをこうカラコンかなんかで。まあ、中二病っていうこと。鬱陶しいですね。かなり鬱陶しいですね。ポッドキャストで全くそれがまたわからないっていう。そう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 。そろそろベギラマを覚える。ベギラマっていつぐらいで覚えましたっけ？レベル10何本でしたっけ？やっぱもドラクエでしょ？そうですね。うん、私ドラクエやったことないんですけど。あ、そうなんですか。ベギラマ覚えられると結構役立ちますよ。そうなんや。まあ、ただし、ポッドキャストで役立たないですけど。そうですよね。はい。なんていうか、五感だけで選びました。最後の答えは、ね、僕も好きですね。うん。そろそろ倒しても第2、第3のパーソナリティが現れる。うん。特徴としては、これ以上の特徴じゃないかなっていうね。うん、うん。で、まあ、じゃあ最後に僕の選んだ答えを。はい。読んでいいですか？はい。じゃあ、どなたかも選んでましたね。中野浦さんかな？はい、の前に、あ、をつける。で、これも出ましたが、二人きりの時は優しい。続いても出てます。そいつを倒しても第二、第三のパーソナリティが現れる。続いて、マッポの手先。続いて、山賊、特徴、怖い。続いて、レディーガガ、特徴、金持ち。続いて、童貞。次、犬。最後、やっべ、こんなこと言ったら俺、降ろされますよね、沢田さん。が、口癖。まあね、マッポの手先は好きですね、僕は。スケバンデカですよ。何の因果かマッポの手先ですよ。マッポて。まあ、マッポの手先っていう、その工場を言うときは、スケバンデカが自分の身を明かすときなんで、多分そのとき、うん、多分うちの番組になんか潜入奏者的なことをしてたんでしょうな。朝宮咲は。ね、うん、知らんて。最近の子知らん。スケバンデカ知らないですかね、みんな。知らんやろ。僕は、二代目スケバンデカの南の横ファンでしたけど。うん。わかんないですかね、最近の子はね。わかんないと思います。あと山賊特徴怖い。レディーガガ特徴金持ち。これ、二個連続で並んできたから面白かったってだけの話なんですけど。そのまんまやんっていうね。うん。あと童貞犬っていうのはすごいダイレクトでいいなっていう。そうですね。まあ、特徴童貞はわからんでもないですけど、特徴犬って犬やんっていうね。そう。まあ、そこらあたりが面白かったなって。猫がいたり犬がいたりするわけですね。で最後その、やっべ、こんなこと言ったら俺降ろされますよね、さあさあさあ、口癖っていうのはもう単純にうざいっていう。そうそう。まあ、めっちゃうざいな。面白そうですけど。まあ、そんな感じでですね、二つ目のお題に関してはですね、はい。まあそう我々以上の答えを選びましたということで。はい。ちなみに二つ目のお題の総数は202通ですね。一つ目のお題よりも多かったかな。はい。はい。じゃあ最後、三つ目のお題の、答えを紹介しましょう。はい。100回突破を記念に番組名を改名。狭くて浅い奴らに代わるその名前は、まあね、まあ、趣味といえども、まあ、こういう番組という体でですね、まあ、やらせていただいてるわけですから、はい、こう、そんな看板である番組名が変わるっていうのも一大事なわけですよね。はい。できることならば、もう大事なところですから、ちゃんとした名前をつけたいところなんですけども、うん。まあ、皆さんが考えたお題がどうかっていうことで、まずは、中野浦さんが選んだ答えから。はい。セパタクロを朝までする奴ら。寝ようぜ。はい、続きまして、手間をかけて、あんを詰めた八つ橋。股間だけの話ですよね。最後、狭くて浅い奴らの、狭くて浅い奴らによる、狭くて浅い奴らのための、ポッドキャスト。もう、投稿した、その根性を買います。長い。はい、じゃあ、上田先生の答えを。はい。きつくて臭い奴ら。もうひどいですよね、単純にね。続いて、働かない奴ら。働け。軽くて、ペライ、やつにゃー。猫。続きまして、沢田と。ああ、四つ葉と的な感じのね。ちょっと可愛らしい感じ。続いて、
仲直らに届け、まあ、俺たち友達やんなっていう話ですよそんな届けなあかんものが届いてないのかっていう話ですよね。こっち向いて中野浦さんみたいな届けこの思い届けでも上田さんにも案外届いてない気がするんですでは続きまして、浅野敦子と浅野優子のやつら許さない。これ許さないもう分かんないでしょこれ。なるこの許さないっていうのは、まあ、しかも朝っていう感じだけやんっていうね。そうですね。そこだけで引っ張ってるやんっていう感じですけど。ダブル朝のを並べてきた。ダブル朝のっていう言葉がものすごい古いですよね、もうね。最後です。マンハッタン上田公式ホームページ。もう全然もう全然関係ないホームページに、ポッドキャストですらないっていう。ないですね。はい。じゃあ、ベッティさんの答え。はい。狭くて浅いやつら Z。なかなか、いいんじゃないですか。僕は好きですよ。うん、続きまして深夜の部屋。もうなんかやり始めた人がつけそうな名前ですけどね、それがね。ちょっとね、俺の部屋に遊びに来てるような感覚でやろうと思いますみたいな。そうそう、みんな呼ぼうと思ってるんですみたいな。うん。まあ狭くて浅いやつら Z は僕はドラゴンボールファンなんでこういうのは好きですよ。はいはい。ベタで。カイ。あ、カイはね、僕はちょっと勘弁してください。どう違うの？いや、回はちょっとね、やっぱ Z までですね。ああ、そうですか。はい。はい、じゃあ、嫁の答えを。はい。遠浅、グアムのビーチで。もうこれも朝でしかもう引っ張ってきてないですよね、答えをね。うん。遠浅といえば、みたいな宿題がついてますけどね。最後です。新加瀬大衆。もうこれももう番組名というか、もう人名になってしまったっていう。うん。しかもね、この、お題に対しての答えが、こう、新加瀬大衆なわけですよ。うん、通常、こう、二つ目のお題。そうですね。とかに投稿すべきものだと思うんですけども、なぜか番組名の回答として新加瀬大衆なわけですよ。ここにつけちゃった。ちょっと笑ってしまいましたけど。うん。じゃあ、リコさんの答えを。はい。これ、上田さんと同じなんですけど、はい、マンハッタン上田公式ホームページ。続きまして。狭くて浅い何か。はっきりさせよう。最後、高くて火炎やずや。五感がね、これもね、また、五感シリーズですね。五感シリーズで。で、まあ僕の選んだ答えもですね、序盤は五感シリーズですよ。はいはい。まあ立て続けに、紹介していただければいいかなと。はい、いきます。もっと狭くて浅い奴ら。さらに狭くて浅い奴ら。つくづく狭くて浅い奴ら。まだまだ狭くて浅い奴ら。心が狭くて浅い奴ら。で、五感シリーズの最後、きっと何者にもなれない奴ら。最後になるにつれてちょっと切なさが増していくっていう。うん。危ないデカもそんな感じやったじゃないですか。もっと危ないデカみたいな。危ないデカ。まあね。だんだんこう最後になるにつれてこう切羽詰まった感と切なさ。最終的にはきっと何者にもなれない奴らっていうめっちゃ悲しい。自分の分を思い知るっていう最終回。何かになっていいんだよ。まあ、それに似たような感じで、また別の方向性の五感シリーズもありましたんで、はい、そちらの方も。はい。では参ります。迫り来る朝黒い奴ら。怖いですね。早く逃げなくちゃいけないですよね。次、迫ってくるマサイ族の頭。これも別の意味で怖いですよね。何したんやって話ですけど。これ先ほど出ましたが、手間をかけて案を詰めた八つ橋。まあね、これね、厳密には全然どこも陰踏んでなかったりするんですけど、なんかちょっと選んじゃったっていう。八つだけです。続いて、薄くて漏れないギャザー。まあ便利でしょうけどね。うん。最後です。キメが細かくて雪のような肌。もうすべすべですよね。いい感じですよ。これに立てはもう、全然関係ないとこまで行ってしまったっていう例です。はい。はい。まあそんな感じで五感シリーズがあってですね。はい。まあこっからがまあ、僕がちゃんと選んだ回答ですわ。あ、そうなんですか？はい。狭くって、浅くって、なんだっけ。腹立つって。はい、続いて。狭。あー、いい。
何させんねん。いや、もうこれも確実にあなたに読ませるためだけに選んだと言っても過言ではない答えですけど。あ、そうなんですか。なんか普通に読んじゃってすいませんね。もっと情感込めて言ってくださいよ。みんなご期待するとこじゃないですか、リスナーさんも。あ、そうですか。はい。それはちょっともうね、あの大人の事情です。私相手じゃなかったらセクハラやな、明らかに。じゃあ最後。はい。ジャスティス。あ、いいですよね、これね。いいですね。番組名改名しました。ジャスティス。第1回。正義とは何か。あ、作る。繋がった、繋がった。いいんじゃないですか、ジャスティス。まあ、そんな感じで、半ば駆け足になりましたけども、以上はですね、はい、3つのお題に対して、まあ、我々メンバーが選んだ答えだということですが、はい。じゃあ、この中からですね、この中からっていうかですね、はい、応募してくれた全ての回答の中から、まあ、対象1個選ぼうやないかっていう話ですけど、もう、正直選び方全然決めてなくて、え？みんなの、あの、投票の多かったやつにしようかなって思ってたんですけど、うんうん、それはそれで別にそれが一番面白いっていうわけではないじゃないですか、正直の頃ね。まあ、好きな、好みが被った感じですね。被ったってだけの話なんで。うん、かといって僕の独断と偏見で決めてしまうのもなんだかなっていう話が、もうしてたんですけど。はい。出て決めましょう、これ。え、知らんよ、そんなん。え、知ってないの？クリスさん、今、一番びっくりした。その時の感覚で決めようかなぐらいしか思ってなかったんで。あー、え？そうなん？だからここまで来たら、何か自分の中で、うん、決まってるかなって思ってたんですけど、うん、意外と収録開始してみたら、まだ悩んでるっていうね。ちょ、決めてから、僕や。ちょっと。何しましょうかね。なんかね、その、まあまあ、面白いんですよね。まあ、どれもこれもね。うん。はい、個人的にはこのギリギリモザイクかける沢田信也。でもなんかちょっと、なんかこう、ね、対象はギリギリモザイクかける沢田信也ですっていうのも、なんかまたそれはそれでこう、なんかこう、え、シモみたいな感じになるじゃないですか。うん。うん、ちょっとシモはね、やっぱりちょっと外そうかなっていうところがあって。そうですね、まあ。ねえ。まあ、他にもね、そいつを倒しても第3のパーソナリティが現れるとかね。なんかこう、ちょっと、大喜利の回答としては、なんかありそうな感じでいいかなと思ったりするんですけど。うん、そんな感じでね、悩むんですよ、僕もね。はい。いろいろと。はい。そんな感じで。はい。だから、長い長い会議が開かれました。はい。僕とリコさんだけではね、二人だけではちょっと心もとないので、うん、僕とリコさんの心の中のもう一人の僕とリコさんも含めて、結局二人かい。長い会議をこうした結果ですね。はい。対象が決定しました。いやー。じゃあそれではリコさんの方から発表お願いします。はい。狭くて浅いやつら配信100回突破記念特別企画決定。ツイッター大喜利大賞選ばれたのは、中野浦に届けです。おめでとうございます。おめでとうございます。ね、たくさんの審査員との議論の中で誰やろ最終的に決定したのはですね、中野浦に届けということで、はい。100回突破を記念に番組名を改名、狭くて浅いだずらに変わるその名前はというお題に対する回答としまして、中野浦に届けと。はい。まあ、ある種一番ですね、うちの番組の、まあ、内容に沿った、いい答えやったんじゃないかなと。そうですね。そうですね。うん、そして、またこの回答からですね、正規のメンバーである中野浦と、僕とのこの距離感とかもこう、いろいろとこう感じさせてくれるということでね。いろいろとこの答えから、まあ、いろんなこう想像が膨らむなということでですね。うん、これよく聞いてる方からの。そうですね。ね、投稿っていう感じですね。うちの番組のリスナーさんらしい答えだったということで。うん、はい。非常に良い答えやったんじゃないでしょうかと。はい。さて、じゃあこの答えを、回答したのは誰かということなんですけども。
早速ですね、僕が、回答を集計していたエクセルファイルを開いてですね、はい、この中尾のあるに届けという回答をしてもらった方を、発表したいと思います。はい。でけ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 、検索する文字列、中野浦。次は検索、ピリーン。ピリーン。まあ、エクセルの機能の話を今してましたけどね。はい。回答者はですね、安藤みなみさんでした。おー。まあ、安藤みなみさんにはですね、はい、こっそりと、連絡を取ってですね、はい、Amazon ギフト券1500円をプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。はい、というわけでですね、中野に届けということで、次回から番組は中野浦に届けになります。そんなわけでですね、たくさんの方にご応募いただいてですね、もうとても楽しい時間を過ごさせていただいたということで、皆様、はい、ありがとうございました。ございました。また何か機会があればやってみたい企画ではありますが、こういう特別なことがない限りなかなかできないことかなと思いますので、はい、また次はまあもしあるとしたら200回ぐらいをめどにやりたいかなと思います。はい。それでは本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。というわけでお送りしたのは澤田真也と相田理子でした。それでは皆さん、さようなら、と思わせといてですね。何キャンペーンはもう一つあったんですよ。はい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 。ツイッターのキャンペーンが、はい。ツイッター大喜利やったわけじゃないですか、はい。はいはいはい。Facebook の方でも一応キャンペーンやってたんで、はあ、さらっとその結果だけを発表しておいた方がいいかなと。ああ、もっと早く言ってもよくなかった？なんで今？いや、規模的に大喜利と比べたら、すごいちっちゃい終わり方をしたんで、そんなタイトルと言い上げることじゃないかなと思って。はいはいはい。はい。Facebook の方ではですね、Facebook の機能を使ってですね、狭くて浅いやつらで取り上げてほしい作品を、まあ、アンケートとして取ってましたんですけども、はい、そこで投票数の多かった作品を、まあ、取り上げようと。ただし条件として、まあ、Amazon で、まあ、新規中古関係なく3000以内で買えるもの。っていうことで、まあ、アンケートを取ったところですね。はい。もう、1位が何かと、最初から発表しますとですね、うんうん、ジョジョシリーズ。おー。総勢8票の投票がありました。はい。まあ、これは前回のね、お便り会でもちょっと告知はしておいたんで、ご存知の通りなんですけども。アマゾン3000円以内って言ってるくせに、ジョジョシリーズっていうね。揃えたら何ぼかかんねんっていう。普通に新品で買うたら万単位の金がかかりますけど。でしょうね。まあ、多分これはね、コミックレンタルでもいいからと。漫画喫茶でもいいからと。とりあえず読んでこいっていうことでしょうな。うんうん、リスナーさんの意思として読めと、やれと、うんうん、いうことなんだなということでですね。まあ、ジョジョシリーズが選ばれたということで。はい。どこまで読んだらいいのや、いいのだろうかっていう。第6部までなのか、スティールボールランでしたっけ？知りません。まで読めばいいのか、今やってるジュジョリオンまで読めばいいのか、まあ、わからないですけど。はい。コミックレンタルで3000円で借りるとこまで借りてきます。はい。あと、2位以下はですね、一応紹介しておきますとですね、ワイルドセブン4票、宇宙英雄物語2票、はい、強制ヒーロー2票、うん、機動戦士ガンダム劇場版3部作2票、うん、ドラえもんが2票、ファイナルファンタジー2が1票、日が走るが1票、うん、小野夏目作品が1票、うん、仮面ライダーダブルスピンオフ作品アクセル&エターナルが1票、うん、星川銀座4丁目1票、G 戦場ヘブンズドア1票、長井豪の漫画作品何でもかっこ、あくまで原作の漫画版で、1票。ブライド。これは、Xbox ライブアーケードか、PlayStation Network のゲームで1票。という結果になってました。はい。最初ね、投票経過を見てるとですね、うん。ワイルドセブンがダントツで多かったんですよ。なんでワイルドセブンやねんと。でもなんかある時からいきなりジョジョの方が多くなりましてですね。最終的にはジョジョになったということでね。うん、はい、そんなわけで、はい、まあ、ジョジョシリーズ、
まあ、近々ではないな。あまりにもちょっと量が多すぎるから、ちょっと読むのに時間かかりそうなので、まあ、ただし、ま、必ずどこかでやりますので、まあ、投票してくださった皆様、楽しみにお待ちくださいということで。はい。はい、というわけで、今度こそ本当に終わりましょう。皆様、Twitter キャンペーン、Facebook キャンペーン、ともともありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、お送りしたのは、沢田信也と、森田理子でした。それでは皆さん、さようなら。